んにちは、池田真子です。今日のまこチャンネルはメイクです。はい、今回は誰ながらあきみさん風のモノマネメイクをしてみました。で、今回はちょっとね、雰囲気を近づけるようにいろいろまた研究したんですけど、このメイクの状態でまたさらに自撮り法も紹介しているので、ぜひそちらもご覧ください。それではそのメイク法をご覧ください。まこチャンネルスタート。ではメイクを始めていきます。まずはロレアルパリのファンデーションを使います。気になる部分はまたさらに重ねて塗っていきます。次は資生堂のフェイスパウダーをブラシでのせていきます。眉毛はビボアイフルのペンシルで描いていきます。今回は長くなりすぎないようにちょっと丸くなるように描いて、黒目の外側からこう下がっていく、ここが眉山の感じで描いていきます。はい、こんな感じです。今回眉毛、自分の眉毛結構外側で、それをこう内側に向けて描くので結構思い切って剃ったんですけど、皆さんはコンシーラーとかで消したりとかしてもいいと思います。で、大体の形が決まったら、こちらのセザンヌのアイブロウパウダーで埋めていきます。で、こちらのカラーでノーズシャドウもしっかり入れていきます。そしてポニーエフェクトの眉マスカラを使います。では反対側も同じように描いていきます。そしてアイシャドウはダブルラボのパレットを使います。まずはこちらのカラーをアイホールにのせます。そしたらこちらのカラーをアイホールの半分ぐらいに塗ります。そしたらこちらのカラーで目の際を描いていきます。結構太めに描いていきます。はい、こんな感じで馴染みやすいように上にぼかすように描いてください。同じ色で目尻の3分の1も描いておきます。そしてキャンメイクのグローツインカラーのベージュの方で涙袋を描いていきます。次は K パレットのアイライナーを使います。アイラインを引くときはこの黒目の上の部分をちょっと太めに描いて、で、目尻は一旦下げてから跳ね上げます。こう払う感じで描いていきます。はい、こんな感じで描けたら、ほんの少しだけ切開ラインと、あと目頭の部分もほんの少しだけ描いていきます。はい、このほんの少しでもまた雰囲気が変わります。そして次はこちらのメイベリンのマスカラをたっぷりつけていきます。では反対側も同じようにやっていきます。アイメイクはこれで完成です。では次はこちらのポニーエフェクトのシェーディングを入れていきます。こちらの2色を混ぜながら、もうとにかく小顔になるように、このラインとこのほっぺたの部分と影を入れていきます。
さっきのぶすどを入れたんですけど、もうちょっと濃くしたいって方はここでまたしっかりと入れておきます。結構しっかりめに描いた方が写真を撮る時もそれで映えるので、気持ち濃いめぐらいでいいかなと思います。チークはロレアルパリのものを使います。骨格に沿って斜めに入れていきます。さっきのパレットに戻ってハイライトも入れていきます。リップはこちらオペラのリップティントを使います。そして最後にアイライナーを使ってダルノガレさんのポイントでもあるほくろ、涙袋を描いていきます。ほくろの位置はちょっと写真を見ながら描いていくんですけど、この口のラインと目尻、この辺からこう重なる位置ぐらいかなと思うんですけど、結構この位置が重要になってくるので、皆さんも写真を見ながら描いてみてください。これでメイクは完成です。ではここからちょっといろいろ直していきます。いかがだったでしょうか。今回は垂れながらあけみさん風のモノマネメイクをしました。今回のメイクのポイントはやっぱり目をこうパッチリとまつげもしっかり上げて、目尻をこう一度下げてから上げるっていうのをやるのと、あとはほくろの位置だったりとかいろいろあるので参考にしてみてください。今回の自撮りの角度はまず顔を髪の毛を横に流して、で前髪も下ろして髪の毛の方向にこんな風に顔を横向けます。でちょっとこの首筋ラインを見えるようにぐらい、見えるようなぐらいにして、で髪の毛で片方こう影を作って、さらに手でちょっと私鼻が超低いのでここを隠します。口は若干隠れない程度に、でカメラを持って正面からカメラを持ってちょっと上から撮る感じにして、目をまたパッチリと開く意識をして撮ります。でさっき撮ったのがこんな感じでちょっといっぱい撮ったんですけど、フィルターは B612 のイノセントっていうやつを使うと、今私裸眼なんですけど、これでもちょっとそのフィルターの加減でなんかさらに目の色が変わって、こうカラコンが入ってるように見えるというか、綺麗な目の色になるんですよ。なのでそういうフィルターを使うとまたさらに雰囲気を近づけれると思うので、皆さんもぜひ試してみてください。そしてマコチャンネルは夏休み限定で毎日2回更新しています。チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。池田セカンドもご覧ください。ということで今回は池田マコの垂れながらあけみさん風のモノマネメイクでした。バイバーイ。